はい、こんにちは、トールと申します。今回はアニメ煙草の、12話を見た感想と、考察を言っていきたいなと思います。よろしくお願いします。いや、12話、最終回だったんでね、もう充実感がねものすごかったんですけど、はい、ちょっといろいろねまとまらない気持ちもあったんでね、ちょっとね前回からね間が空いてしまったんですが、やっていきたいと思います。まずですね、本編後のね感想と考察の共有ってことに、なりますので、今回12話見た後の内容になりますので、前日談とか、あとその 12.1 話とかの内容は、ネタバレとかをね、しない形になってますので安心してください。で、あくまでもね個人の感想と考察ですという、感じです。で、一応1週目シリーズの最終回というか、煙草が終わって、1年ぐらい経ったんですけど、いろんなね配信サイトでね、煙草が出だしたっていうことでですね、なんというかこう自分が見ていた時にこう1話ごとにね順番にこうね検討したりね、感想を見たりっていうのをね、楽しんでいたのを思い出して、なんかそういう動画ないのかなと思ったけど、なかったんですよね。そんなわけでね、初めて見た人がね、1話ごとにねそうやって楽しんでもらえたらいいなと思ってね、始めたものなんですけどね、どうやらね無事ね12話までね、やることができてね、非常にね個人的にはね、やりきった感が、まだ終わってないんですけどね、あるっていう感じなんで、初見の人もね、楽しんでもらいたいですし、すでに何回も見てね、先のことも分かって考察とかも見てる人もですね、煙草はねもう何回初見してもね楽しいってね、いうことなんでね、その時の気持ちをね、思い出して見てもらえたらいいかなというふうに思ってます。で、前日談とか 12.1 話とかを見てからの動画とかを、に関して、この見た後にまた煙草についてね上げたいと思ってるんで、今回は主に12話の話を中心に、言っていきたいと思います。そんなわけで12話の視聴後の感想ですね。内容はねシンプルですね。赤い木とのね最終戦と、船のね外へちょっとね出るというような、感じになりました。で物語はここでね、終わるんですね。いろいろとね思うことはねあると思うんですけどね、とにかくね終わってすぐの感想、さっきも言いましたけどね、最高に面白いアニメやったなというふうに、思いましたね。なんか本当に見れてよかったし、こう追ってきてよかったし、で一個一個噛み締めて見ててね本当によかったなというふうに、思いましたね。本当になんか充実感というかね満足感というのがねものすごい、ものがありましたね。おそらくいろいろね感じたりね考えたりね考察したりっていうのはこれからどんどんできるんですけど、やっぱりこれを見たことによってね、出会えてよかったなっていう思いが強かったです。で、物語としてはやはりこれはもう凛のね、物語なんだなっていう風になりますね。なんか分かりやすい言葉で言ったらこう凛がね好きを見つける物語ってなるんやと思うんですけど、僕的にはその言葉は、あんまりちょっとしっくりこなくてですね、また自分の中でね考えを深めていけたらいいかなという風に、ちょっと思ってますね。はい。皆さんのね、凛の物語をね短くこうねまとめるとしたらね、どういう物語だったのかなっていう、のをね教えていただければ、幸いですね。はい。で、最終戦のねボス感がねすごかったですね。なんかこの辺り本当にねゲーム感っていうか、僕はあの対策ゲームってやったこと一個もないんですけど、最後の赤い木のボス戦に関しては、ね、すごいなんかこうそういうゲームありそうみたいなね、なんか大型のその赤い根がね迫ってきてね、バサって切ったり避けたりねしてね、このねスライディングとかすごい良かったんですけど、でアイテムをね装備してね壁をぶち破ってねもう一度挑むみたいなね、敵も敵で防御してくるみたいな、ね、そういうこう、ね、ゲーム感がねすごかったですね。なんか大きな敵にこう立ち向かっていく感じとかですね、この臨場感もなかなかね楽しかったなっていう風に思いますね。煙草のその魅力の一つに過ぎないとは思うんですけど、これはなかなかね見どころのあるボス戦やったなと思いましたね。で、スケット3人のねもう圧倒的なかっこよさですよねめっちゃ美味しいところを持っていくやんみたいなだって こんななんか印象的なキャラなかなかいないですよね総出演数多分数分なんですよこの3人。いやーでもね印象強かったですね。
でやっぱりこう、エンディングのね演出的なものねやっぱりいいなっていう風な感じで、やっぱりその物語を締めくくる意味でのエンディングでもあったなっていうところで、よかったなと思ってますね。でまあ考察要素がねまだまだ残ってるっていうのもね、嬉しい点だなっていう風に思いますね。はい、まあ、この辺りを掘り下げはですね、いろいろね見た後にってことになるんで今回はあんまりやらないんですけど、はい、ね、まあここを好きポイントとしてはねこれですよね。まあ、最終戦に関して思うところというかね、ほぼ最終戦のね内容だったんですよ今回は、ほとんどね。はい、でまあなんていうんですかね、この、まあ、順番に言ったらそうなんですけどね、まずこうね若葉のね奮闘ですよね。まあなんていうかな、若葉の奮闘っていうか若葉めっちゃ強かったっていうかすごかったですよね。一人で赤い木に向かっていくっていうね。でここで出番が出てきた黄色ですよね。ね、ずっとねこうね実念にまでね呼び捨てにされ続けてきた黄色がここで光の柱をね放つことによってねおびき寄せるんですね赤い木をね。いやーこんな使い方もできたんですね。なんかやっぱりこう煙草を使いこなした若葉は相当なんか強いというか戦力になりますね。なんか今回結構いろいろ見せてくれましたけど、でその煙草を使えるっていうところだけじゃなくてですね、なんかすごいなんかこうね変化も見れてですね、なんか1回目でこの四方を壁に囲んでね守ったっていうところでですね、後ろからね不覚をね取ったっていうところですね。2回目はですねこう上下を、ね、下と横を守る形のシールドをね最小限のシールドを張って守ってるんですよね、とっさにパッとね。こういうねなんかこう一瞬で成長して学習して強くなる感じのね若葉ほんと良かったですね。攻撃もね、なんとかね緑ちゃんで防ぐっていうね、やっぱ前回のエンディングの演出はあれはあの記憶の歯の映像を今の時点まで見たっていう、そういうことやったんだなじゃないかなというふうに、思いましたね。はい、だからリンの周りに、リツや、ね、リナや若葉がいなかったので、周りから見えなくなったという、チル描写も、ね、なかったんでそういうことやったんでしょうね。はい、で、まあ、若葉もまだまだすごいんですよね。まずですね、リンと同じぐらいの、ね、身体能力でね、あの赤い木の、ま、近くまで、ね、飛んで歩いていくんですよ。走っていってね、もう身体能力相当高くなってますね。あの最後若干こうリンの方が、ね、身体能力高いっていうのはね、あの緑の力を使って強化していたので分かるんですけど、なんか基本の身体能力めちゃくちゃ高くなってますね。でリンが今からね進むところに、まあ、ここがね根っこになってるんで、これおそらくは若葉の持ってる、煙草を飛ばしてですね、そこからキューブ状に ね、ね先にこう葉っぱがあることが分かるんでね、キューブ状になって、リンがその上を走るっていうね、いや非常にかっこよかったですね。まあ、ただその本体操作に関してはやっぱりこうね赤い木には通じなかったっていうことでですね、この部分がねやはりねそんな全て万能というわけにはいかないってことで、若葉は退場というかね、もうあとはねリンさんを逃がすためにね最後の全ての力を使っちゃうっていうところがね、まあ、ここがそのやっぱりそのリリの知っていた若葉と同じだったっていうところで記憶が戻るっていうことで、いや若葉はすごかったですね。で赤い木のね絶望的な強さですよね。なんかもう主が出るたびに絶望的な強さを感じてるんですけどね、今回は今までの主の能力をほとんど全て持ってるっていうねタガメの主でも相当やばかったんですけどね、ビーム光線持ってるしやね。で この鉄球の熱っていうのはおそらくその以前に戦ったことのある主なんじゃないかなというふうにちょっとね思いましたね。はい、またね後でそのセリフが出てくると思うんですけど、でタガメが使っていたね、壁操作能力ですよね。そうこれ青い煙草を使ってるというよりはこれはもうその赤い木の能力として壁を生成している感じですね、主軸となる青い煙草がなかったので、壁とはちょっと違うっていうことだと思うんですけど、大きな、ね、根っこが出てくるっていうね、いうことですね。もうこれ自体の、ね、操作がねほぼできないというかな、そういう感じみたいですね。はい、でまあそれをねまあやってくんだけどめちゃくちゃ強くて怖いんやけどなぜかこうね憎めないんですよね。この赤い木の挙動怖さわかるんですけどなんとなくねところどころでねなんかこうね力がこっちこっちって言った時にんなんやみたいな感じでね
反応してたりだとかね、でビジュアル的にもですね、若葉を攻撃はしてるんですけど、ね、なんとなくね、凛たちから若葉を守るような構図にもね、見えるようにこう書かれてるんですよね。やっぱりなんていうかこう、赤い木も、指令を守っているだけっていうことですね。悪意として動いてるんじゃないっていうところが書かれていて、まあ、逆にそれが指令を忠実に守ってるから怖いんですけど、そういうふうにやっぱり書かれていたっていうのがね、悪者じゃないんですよね、赤い木はね。倒すべき相手なんですけど、そのあたりが良かったですね。まあ、だからこそなんかこう、あの亮が楽しそうに戦っているところが映えるというかね、そういう要素もあったと思いますね。で、まあ、リナとね、リツですよね。前回リタイアしたんですけど、ここでもね、やっぱ見せ場がありましたね。煙草を託すっていうね。で、まあ、そのね、まあ、緑のね、本体を渡すっていうのはね、わかるんですけどね。ももちゃんを渡した理由はね、最初ちょっとね、わかんなかったですね。どういうことなんやろっていうふうに思ったんですけどね。とりあえず渡しとけ的なね、感じじゃないんですよね。だってリナが減っちゃうんでね、渡しちゃったらね。はい。そんなわけでね、この緑ちゃんの本体バーンって倒れて、でも立姉は後ろを向かないんですよね。これ目の前に、まあ、あの赤い虫がいるからっていうのもあると思うんですけど、ね、本体を失った緑ちゃんがもうこのね、あの体を維持できなくなってバターンって枯れて倒れてしまうっていうね、状態になっても立姉ね、後ろをね向かないんですよね。これ良かったですね。で、笑って敵を迎え撃つ姿勢になってる感じね、最高の状態だったと思いますね。で、リナタマとリツネの、 あの出張耳っていうんですかね、この能力を使って、ね、まあ、ちょっとこの能力についても後でちょっとだけ考察しようかなと思ってるんですけどね、しっかりね渡すことができるっていうことで、はい。で、まあ、白ですよね。もうなんか本当に会話してるみたいな感じで、リナとかリツのセリフに合わせてね、ピピピって言ってる、白が出てきましたね。で、これ最強形態ですよね。おそらくここに来るまでにですね、素材的なものを、ね、集めてこの体が維持できるようにね、してたんだと思うんですよね。その力を、ね、得ていたんだと思うんですよね。はい。空島の時の姿にですね、なることが できると、まあ、主かっていうんですかね、わからないんですけど、まあ、あの絶望的な、ね、強さがね、味方に来た時にね、めちゃくちゃね頼もしいですよね。まあ、リツもですね、リナもですね、あんまりこう遠距離攻撃ができるみたいなね、そういう感じではないんでね、そういう意味ではね、ある意味これは無敵の布陣と言えるんじゃないでしょうかね。そんな感じがしましたね。で、もうね、完全にね、意気投合してるところと、あと、まあ、リツネもちゃんとね、手がありましたね。ここまで手が描かれなかったんで怖かったんですけどね。やっぱりこう、緑ちゃんに対してね、何かするっていう要素がなかったらですね、やっぱこれ、かなり強いというか、ガチガチの戦闘向けのタイプやったんですね、リツさんね。そういうことがわかる描写でしたね。で、リナムもね、目をパチってね、覚まして動くっていうことで。なんか、リナムって一番リナの主軸やったんやなっていうのは、ここでね、やっぱ思いましたね。そのリナッチ、リナジーとかこう数字が出てきてたんですけど、リナムって最後までこう目を閉じていたから、そのずっと寝てる状態で、ね、目を覚ました順に、ね、お姉さんっていうことやったんで、でも本当はリナムはずっと最初から起きてたんじゃないかなと僕はちょっと思ったり、しましたね。で、戦った後の描写もいろいろ分かりますよね。ここにあるのがちょっと水色っぽいの何かなと思ったんですけど、ちょっと強すぎますよね、これね。なんとか倒したのにゃとか言ってますけど、なんとかってレベルじゃないですけどね。まずこのリナの能力の収納能力に関しては、そうですね、ももちゃんがなくてもできるっていうことなんで、おそらくリナ固有の能力で、多分新しい島に上陸した時にリナが何か食べて動けなくなった時に混ざった煙草によって得た能力が、まあ、リナ玉かもしくは収納能力か、どっちかなんじゃないかなと、勝手に思ったりしています。はい。で、まあ、鉄球、この鉄棒に関しては、リナの能力だと思うんですけど、この虫たちが全部こうひっくり返ってぶっ倒れてんのって、これ多分リツさんですよね、やったのね。バリバリの戦闘派ですよね、これね。で、シロはエネルギーがねなくなったっぽくってね、小さくなっちゃってるんですけど、そういうわけでですね、もうリナにね言葉をね、リンに言葉を投げかけてですね、でしっかりとね役割も守るっていうことでね、2人の活躍も見れてね、すごいね良かったですね。はい。
でまあね、その他のね3人の姉たちの力もねちゃんとね触れとく必要はねちょっとねあると思うんですけどね、これもめちゃくちゃ強かったですよね。ね、一つをそのままこう受け止めるっていうね、って思って、でまあここはねあのこういろいろね切り替わりながら戦うんかと思ったらね3人出てきたんですよね。いやこれすごいなと思って、でここでそうかももちゃんの能力かってなるんですよね。つまり、リナッチ、リナジ、リナヨを、形成していた分の、ももちゃんのその残りの能力を使って、3人を作り出したっていう、ことですよね。逆に言ったらリナコとね、リナゾーに関しては、いなかったっていうことで、まあ、3人分っていうことを、ここに使ったんじゃないかなというふうに、思いました。そうですね、そんなわけでリナコとか、リナゾーが消えた時、リナコが消えた時の描写と今回の3人が消えた描写は全くね同じやったんで、あそういうことやったんやなというふうに、思いましたね。いやこれももちゃんの力ね、自分結構考察してたはずやのになんか3人出てきた時にびっくりしてちょっと時間止まったんですけど、はい、皆さんどうやったでしょうかね。はい、そんなわけでですね、まあ、めちゃくちゃ強いお姉ちゃんたちだったんですけど、まあ量に関してはここですよね、うん、それだけ必死だったんだね、よく頑張ったねっていうね言葉でここでねめっちゃお姉ちゃんしてましたね。もう長女感がすごかったですね。はい、で、僕この長女たちが出てきたねシーンで一番好きなのねここのねリクなんですけどね、皆さんどうだったでしょうね、それぞれあると思うんですけどね、この姉ちゃんたちが何とかしてやっからよっていうセリフがねめちゃくちゃ良かったですね。なんかねここのねリク本当にねお姉さんしてるし気遣ってるししかもかっこいいしっていうね、まあ若葉の師匠っちゃ師匠ですからね。いや実際めっちゃ強かったですね。もうこのセリフね最高に良かったですね。なんとかしてやっからよっていや良かったですね。はい、でまあ、リク自体の能力は、ね、出てきていた、ね、電気の力を使ってですね、まあ、静電気的な、ね、力を使ってですね、なんか浮遊能力が、ね、備わってるみたいで、マフラーをがその能力の、ね、元っぽい感じで、そこから、雷を、ね、落として倒すというね、戦闘スタイルみたいですね。なかなか面白かったですね。この戦い方はなかなかユニークやなというふうに思いましたね。でまあそのなんていうんですかね、力に関しては全然その情報戦い方の情報なかったんですけど、うん、おそらく、まあ、視覚を優位ということではあるんですけど、まあ、そのこの煙草のオーラと僕は勝手に言ってるんですけど、みたいなやつ ですね、をレンズ状にすることでですね、相手のこうねあの光のねビームみたいな熱光線みたいなのを、ね、散らすっていうね、いやこれもいや確かに観察眼があることによってね、どの場所にどのレンズを配置すれば散らせれるのかっていうね、ことを見極めてね避けつつですね、そのレンズを使ってですね、光みたいなのをね集中させてですね、攻撃を無力化するっていうね、あの空島のボスをね、倒しちゃったわけですよねこれね。で、ここで良かったのはその BGM が切れてね、このね見てた矢のところで BGM 完全に切れるのね、めちゃくちゃかっこいいですねこれもね。これもすごいかっこよかったですね。で見てたよって何が見てたのかっていうと、これ同じの倒したの見てたよっていうのはこの空島のこれですよね。リンが、オッドアイになってですね、視力のところに緑の力をね、集約させてですね、殴って倒したっていうところで、この熱光線の、まあ、角度とかですね、性質とかをですね、力は見ていたっていうことでですね、いや力実はめちゃくちゃ強かったっていうね、最初に死んだのが力やったのがめちゃくちゃ一番致命的やったような気がこれねしますよね。であとこの時にですね、おそらく目を託していたから見ていたっていうことやったんで、その後のリンがですね、あの私たちだけでもできたよ量って言ってる時にですね、うん、一応このシーンは僕は結構本体を使ってかなりリンが消耗してることが分かるんでちょっと怖いって言ってたんですけど、うん、力がこれを見守っていたっていうかね、まあ、姉妹たちが見守ってて見てたっていうね、ところを感じたらなかなかこのシーンは別の意味で感慨深いなっていう風に、ちょっとね思い直しましたね。あの4話見返した時にやっぱりね印象だいぶ変わるところじゃないかなと、ちょっと思いました。はい、
まあ、止めともなく喋ってますね。12話の話だけしかしてないんですけどね、おかしいですね。あれ なぜこんなことをしてるんだですね、まあまあ行きましょう。量は普通にねシンプルでしたね。まさにね、なんていうかこうね、あのとにかくパワーみたいな、そういう戦い方を、してくれてましたね。で打つ時のね瞬間にこうちょっとね目がね開く感じね、なかなかね強さをね感じてよかったですね。こういうのもね好きな人によ、ね、もうよると思うんですけどね、なかなか爽快感があってよかったですね。でここで壁が壊れるっていうね、まあ、というわけでねもう満足度非常に高い戦いをね、してくれたっていうことですね。赤い木が消滅したという感じになりました。いやよかったですね。なんかちょっとねいろいろ振り返ってしまったんですけどね、まあ、このね一戦の中にねもう全員のこれまでっていうかね、そのケムリクサのね今まで書かれなかった部分も含めて全部の旅路が詰まってるっていうね、そういう一戦あったんじゃないかなというふうに、思いましたね。いやそれは本当にこの最終戦良かったですよね、そういう意味でもね。はい、あと次ですね、まあ、リンの好きですよねこれね。リンの好きっていうことなんですけど、まあ、あの言ったんですけど、まあ、好きを見つける話というのが僕はちょっとあんまりちょっと、ね、ちょっとだけしっくりこないところがありまして、その最初からまあ何リンに関してはですね、まあね後で姉さんに褒めてもらうとかね、知らないところ行くのがねリンは本当は好きだったにゃとかね、姉妹のね好きはね私たちの大事だって言ったりとかですね、で医師として自分でみんなでね安心して暮らせるねところをね探したいって言ったり、でもう誰も死なせたくないしね、若葉も死なせたくないって言ってたしね、で最後にね若葉好きだっていう風に言っていた、ストーリーですよね。なんていうかこうリンの中にそう好きっていうのはもうすでにねずっとあったし、ただいろんな理由があって気づきにくくなっていたので、でその最後にこう若葉好きだっていうことでその気づけたっていうのが強いのはあると思うんですね。見つけられた気づけたっていうのもね本当に強いのはあると思うんですけど、自分的にはそれはそのねリンの中の話ではあるんですけど、こうストーリーのね全体としてはなんていうかねそれをなんか笑って言えるようになったことがでかいんじゃないかなって自分的には思いましたね。まあ、言ったら言ってること同じなんですけどあの好きをね見つけられたというよりはリンの中に好きって最初からずっとあったし、こう愛は結構満ち溢れていたので、でただそのリンの中だけのねリンだけの好きというところでね若葉がそうなんやっていうことを、見つけられたのはね良かったんですよね。それもあったんですけど、やっぱそれをねなんかこうねこの泣いたところもそうだし、その笑って言えるようになった、ね、ここでね煙草の物語終わってるんですよね、っていうところが本当にね、それがすごくね自分の中では大きかったんじゃないかなというふうに、まあ、自分は今ねそういうふうに受け取ってるんじゃないかなというふうに、思いました。はい、皆さんのねご意見ねいろいろね教えていただけたらと、思いますね。はい、このあたりをね、徐々にもう一回ねまたね1話からね見てね、考えを深めていくべきとこなんだろうと思っています。はい、で、まあ、エンディングの演出ね、当然ながらねもう言わずもがなんですけどね最高に良かったですよね。まずまあエンディングの歌ね途中から3人参加してくるっていうねこのタイミングで参加するんや3人っていうね、とこで入ってくるっていうね、ところね良かったですね。もうねいやなかなかね染みるものがありましたね。前回もあったんですけどね。で、ここの部分にですね、リリと若葉がね、出会ったっていうねところがね表現されてるんですよね。薄くなんですけど、まあ最後ね洞窟があるところ、洞窟っていうかまあ船の外っていうんですか、まあ壁の外崖の外に行くときにここにですね若葉とね、リリが出会ったっていうところが、薄く見えててですね、これってその今回の最終話においてまあね赤い木、まあ、リリを象徴する赤い木と、まあ、若葉を象徴する緑のね、木がここでね出会ったっていうね絵としてもね、この意味もね伝わってきますしね、このエンディングのタイミングでもですね、姉妹どんどん死んでいってですね、残り6人になったところでですね若葉が出てきたっていうところで、つまりこれってタイミング的には1話なんですよね。だから1話になった時点でここでですね、
若葉とリリは出会えていたんだよっていうことが分かるっていうね、そういう表現でも、あるんだなというふうに思ってですね、うん、で、実際この光の向こうにはですね新しい世界が待ってるわけなんですよね。だからこの表現ってその1話のことでもあるし12話のことでもあるし、なんかこれからの、2人の物語なんだよっていうところもあるんじゃないかなっていうところで、いや自分を綺麗にな、多分他にもいろんなね、意味とかですね何かのメタファー的なものとかいうね分析もいろいろねみんなしてくれてると思うんですけど、そういう意味でねすごくね良かったですね。はい、まあ、この辺はね、まあ、考え方ねそれぞれだと思いますね。はい、でエンディングにですね白がですね、リンと同じ声優さんっていうところね、書いてあったりしてね、なかなかね思うね思い入れのね深いね作品やったなというふうに思いましたね。うん、だから最後そのね、リツとね、リナとねシロがね、ねリンのために言ってね喋っていた時にね、これもねなんか本当に会話してる感じがあったけど、それ確かにねリンの声優さんやったからね、自分の中でもねしっくりね来ていたなというふうに思いましたね。はい、いやとにかくまあねこの戦いもう本当にねこの赤い木との戦いだけがずっと描かれていたっていうね、そういうことやったんですけどね、それやのにねやっぱ思うこといろいろねあったんでね、いやーなんか今までの旅が全てね詰め込まれた最終戦やったなって思いましたね。でまあ凛たちのこれからについてはねもういろいろね想像するしかねないんですけど、いろいろ考えられることがね、あるのでね、楽しみはまだまだあるなという感じではありましたね。ただそのこの回の煙草としての物語が何やったんかっていうと、まあ凛の物語やったっていうことでですね、あの一同の旅は続くとは思うんですけど、まあこの煙草っていうのが何やったのかっていうと、もうこれでね、ひとまずね完璧な終わりをね迎えた内容なんやなというふうに思いました。はい、で一応ですね、まあ、あの未確定要素的なものとしてですね、まあ、あのこれはそのまたね前日談とかですね 12.1 とかを見た後にですねしていこうかと思ってるんですけど、現時点でまだちょっとね分かってないところをね、まあ一応ねあの確認だけしとこうかなと思いますね。最後のね緑のねセリフですよね、なんかわこれ大きい歯じゃんみたいな声がですね、3人が消えた後に、ね、聞こえてきたんで、もしかしたら何かのね、力が働いた可能性はあるし、まあ消えていく寸前に何かをね見たのかなっていうふうにも思いますね。はい、で、元のリリとか若葉っていうのは蘇生することが可能なのかなっていうのはちょっと今回思いましたね。記憶の歯に情報が残されているんやったら、若葉の情報は分からないんですけど、リリの情報は記憶の歯に残ってると思いますし、若葉の情報ももしかしたらその若葉の中に残っているのかもしれないなと、ちょっと思いましたね。はい、で、若葉のね正体とね若葉の称賛でこの辺りがね蘇生可能かっていうところに入ってくるんですけど、若葉はね、どういうものやったのかっていうのをまたちょっとね、調べていかないとわからないところではありますね。はい、で多分調べてもはっきりとはわからないと思うんですよねこの辺りね。はい、で船があったのはねなんかね滝の中っぽかったんですけどね、僕はちょっとね重力が軽いんじゃね仮説をね勝手に立ててたんですけどね、どうやらこれ地球のかなりねあの表面に近い場所にいたみたいなんですよね。そんなわけで宇宙空間で重力が軽いんじゃないかっていうね、そういう仮説はね却下されたんですけど、まあもしかしたらまだその仮説としてはですね実はこれすごいミニチュアなんじゃないの仮説はね、まだ残ってるんじゃないかなと勝手に思っていますね。それこそ地球の文化財を全く同じサイズで再現するのとかさばってしゃあないので、限りある水の量とかを考えたら小さくしている可能性はありますよね。小さい体自体がね全体的に小さいんだったら、例えばその若葉が持ち上げられる程度の重さの車輪であっても、このサイズのね電車を支えることはねできると思うんですね。全体的なサイズがね小さくなった場合ね必要とされる強度はね、低くでも大丈夫なので、そういうわけで実はこれミニチュアなんじゃねえの仮説はねまだ若干ね生きてるかなというふうに思うんですけど、まあこのね若葉とね、リンがちょっと外に出て行った時にですね、例えばね別のね人間とかね、に出会った描写みたいなのがあるとそれはね、消えてしまうんですけど、結構
構ね、このなんていうんですかね、これを人間サイズとして考えたらですね、かなり大きな宇宙船が地球にですね、しかも気づかれないようにね入り込んでいたっていうことになるので、それはそれで結構ね、ファンタジーな感じになってしまうんですよね。なんでですね、まだミニチュア仮説はあるんじゃないかと勝手に思ってますね。はい。で、リナとリツどこまで知ってたんやろうっていうのがありますよね。自分的にはその最後久島から行く時のですね、あの壁をぶっ壊すところで、その寮たちが出てきて、まあ、なんていうか種明かしというかね、その言葉を受け取ったんじゃないかなと思ってはいるんですけど、ただまあリナムに関しては結構昔から知ってたような気はするんですよね、なんとなくですよね。そんな感じのところもその、まあ、また1話からね追っていくことによって考察できたりですね、他に考察してる人の話を聞いたことによってつなげたりっていうのができると思いますね。はい。で、僕これはちょっとね先にしとこうかなと思ったんで、記憶の歯と本体の歯に関しては、実はこれ実は同じものなんじゃねって僕は勝手に思ってます。はい。で、煙草の核能力に関してもまあまあもうちょっとね、考察をね進めていくところだと思っていますね。で、それぞれのね島のね元になる土地に関してもね、考察班がガリガリとね、やってくれてるところだと思いますね。で、過去の虫との戦闘に関してもまた考察していけたらいいかなというふうに、思っていますけど、前回同様ですね、ストーリーを楽しむ上でのね不明点ってほぼないんですよね。まあその若葉とリディがね、復元可能なのかっていうところ辺ぐらいはちょっとね、続きとして気になるところではあるんですけど、そういう意味ではですね、やっぱ見事にね前回の時点でね、解明されたなというふうに思いました。はい。でですね、まあ、記憶の歯と本体の歯の話なんですけど、自分的にはね若干ここだけちょっとね考察先にしておこうかなと思って、で、リンの能力何やったんやろうっていうところが一応あるかなと思うんですよね。で、リンの能力ね、僕はリンの能力はなかった歯です。はい。五感に分けた姉妹を持ってたんですけど、リンは持っていなかったんだろうと、僕は思ってますね。なんでかっていうと、まあリンは持っていなかったからこそ力の視力を、引き継ぐことができたんだろうと思ってますね。内容としてはですね、リリがやってたんですね、体が6つと記憶が1枚あ記憶が記憶が、体が6つと記憶が1枚ですね、って言ってて、で薄くなったところに強化って言ってたんですよね、リリはね。でこれね、多分強化されたのがパッと見こう記憶の歯を強化したのかっていう風に見えるんですけど、あの歯が大きいですよね、キノコの歯だけね、これだけね、ただこの並び順的にはこれが記憶の可能性もあるんですよね。で、薄くなったところに強化って言ったんですけど、五感をですねそれぞれのね、特徴としてですね、まあ本体を守るオーラのようにね、まとっている状態になっててですね、で、記憶の歯は記憶の歯としてね単独で存在してたんだけど、その五感を与えられなかった本体の一つに関してはリリが自分で強化してるんですよね。でこれが多分リンの体の強さというか、再生能力の高さというかね、そういうものにつながったんじゃないかなっていうふうに、個人的にねちょっとね思ってるんですよね。でリンは能力がなかった薄くなっていたから本体を強化されている状態ってなってて、で、その他の5人はですね五感による感受性が強いのでね、そこから隙をね認識しやすいんですよ。もうリナとかね言わずもがななんですけど、リクとかもそうですよね。リツに関してもですね、音がいいのにゃとかね言っていたんですよね。緑ちゃんのね放つ音をねすごく気に入ったんだと思うんですよね。で、リョクに関してもね、同じようなことが言えますしね。リョウに関しては、そのね、鼻が効くっていうところで、嫌な匂いとか、いい匂いとかね、そういうところで、緑の匂いとか、赤い匂いとかからですね、それが、その、なんていうんですかね、特に緑に関してはですね、臭いって言っていたので、なんていうか、戦いにそこから、その敵意的なものを、を虫に関してね戦いにそこにつながっていったっていうのもなんとなくわからなくはないんですけど、とにかく自分の好きを傷つけるねきっかけにできるんですよね、五感を持っていることによってね。でリンはおそらくそれを持っていなかったから自分の好きに気づくことが、遅れたんじゃないかなと、遅くなったんじゃないかなというふうに、僕はちょっとね思っていますね。
さっきのリンのね好きの話にもつながってくるんですけど、でまあねリンはまあそういう意味ではリリーに最もね近い感性だったんじゃないかなというふうに思っていますね。だから若葉への思いもね、強くなる要素があったという、そういうことなんじゃないかなというふうに、勝手にね思ってはいます。はい。でこのなんで僕はですねその五感の能力をそうあの本体の刃の周りに五感の能力をまとわせている状態だと思ってるんですよね、本体っていうのが。でただ、リリが特別に、リンに関してだけは、強化っていうことで、もともとね全体的な強化をしてもらってるっていうのがあって、なぜならその姉妹たちって緑の力を使うときに、五感の強化をされているそのオーラのところにですね緑をね込めてですね使ったりしてるわけですよね。でそれを考えるんですけど、リツネが言ってたようにですね緑をですねリンはですね自由自在にね使ってね体のどこにでもまとってね使いこなすことができる天才的だって言ってたんですけど、つまりそうやってまあ五感に特化した部分で緑を使ってるんじゃなくて全体的にこう強化されてるリンだったからそれができたんじゃないかなっていうふうに、個人的にはちょっとね思っています。この辺もね、後々またね、前日談的なのを見たら分かる部分もねあるとは思うんで、姉妹の様子とかがね、描かれてたらねそれで分かるかなと思ったりするんですけど、そういうところをね、まあ、含めてですねまたね話を進めていきたいんですけど、現時点でね自分はねこう思ってたのをね、残しておこうかなというふうに思いましたね。でその何ですかね、本体をまとったオーラだったからこそなんていうかこの力はリンにそれを託すことができたわけですよね。そうだって本体の自体は託すことができなくて本体はもう消滅して消えてしまったわけだから、周りをねまとっているオーラをですね、リンに託したっていうような感じで、で、それがリンに残っていたからこそ、力は、リンの視界をですね見てですねボスの弱点を見抜くことができたというふうに、勝手に思っています。はい、そんな感じですね。はい、じゃあ最後ですね、まあ一応ね考察リストをねさらっと流してね終わろうと思うんですけど、いや考察リストねほとんどね今回ね変わらないんですよね言うてね、だからそういう意味もでもね本当にねいや11話が本当にすごい11話やったなっていうふうにね、実感してますね。何だったんでしょうねあの11話ね、すごいですよね。はい、まあ、世界としてはですね宇宙空間じゃなくてね山間部やったよっていうことですね。はい、で1島から10島までに関してはですね特にね新しい情報が入ったわけではなかったと。で船って言っていたのが宇宙船やったっていうのはかなりのねミスリード、させられた感じでしたね。はい、で壁は赤い木も、使ってきました。やっぱ赤い木強いですね。あれはちょっと強すぎですよね。いやー緑の木よく対抗できてましたね。で、あと面白かったですね、6姉妹の口調はですね、耳がそんなに良くないから識別のために口調を変えてたんやなっていうことで、おそらく自分がそれぞれしっくりくる口調をね選んで使っていたんだと思うんですけどね、語尾がにゃーとかなーとかなっていたっていうのが、そうかだからかっていうねそういう感じですね。でそういう意味ではリンの喋り方っていうのはリンのお母さんがそういう喋り方してたんかなと勝手に、思ったりはしています。はい、で、リナに関しては、まあ、収納能力はですねももちゃんの能力じゃなくてリナの、能力なんだけど、多分煙草が混ざって使えるようになった能力の可能性は高いなと、思っていますね。はい、あとですね、まあ、リナ玉はですね最後大きなリナ玉が出てきたんですけどね、あれでどうやって戦うんですかね、ちょっとね気になりますね。もしかしたら上からなんていうんですかね、虫をこう潰してねそれを電柱を突き刺して固定してたのかなと思ったりもしますね。はい、で、リツはちゃんと手足ね動いてましたね。はい、強かったですねリツね。はい、でリンに関しては五感のね特化能力ではなくてですね、体がね、強いっていうところが能力なのかなっていうふうに、自分はねちょっとね思いましたね。まあ、これまあどちらかというと考察やからこっち側に書くべきなのかもしれないですね。はい、で若葉はですね最終的には姉妹にね匹敵して能力を、得ていたというね、感じですね。この辺り見返しながら考察するのもね楽しそうですよね。何回見ても楽しいのはね煙草ですね。はい、あとまあ本体の歯イコール記憶の歯っていうところで、なんていうかリンの本体の歯に記憶がされていたのか
リンが持ってた記憶の歯に情報が記憶されてたっていうのが、かがそれぞれ両方ともね取れるなっていうふうに個人的にはちょっとね思ってますね。うん、なんか本体の歯イコール記憶の歯の役割もある程度持っているっていうふうに、考えてもいいですよね。見た目がそっくりなんでね。はい。でまあリンの本体の歯にデータがね保存されていたんやったら、うん、なんとなくこう12話でですね、そのリナその9話のね時点で、記憶の歯をね所持していなかったから、あのリョクは早くリンのがねリンのいる時に記憶の歯に触りなさいって言ってたんですよね。うん、なんていうか リンと肉体を共有してて、で、リン、まあ、その記憶の歯自体がですねその力の体を、ね、作っていたんやとしたらですね、まあ、なんていうかこうその記憶の歯に触りなさいっていう時に自分記憶の歯持ってますってなると思うんですけど、まあ、それをなんでその時力は言わなかったのかっていうのと、まあ、2つのパターンがあって、その時は、まあ記憶の歯からじゃなくて本体の歯、まあ、リンの本体の歯の方を使ってリラムの協力を得てこう肉体を生成してやってきてたっていう風に考えたんやったら、まあ、あの理屈としては分かりますし、で多分2番かなとは思うんですけど、記憶の歯の方にデータを保存されていたんやけど、出現してねリンの体を使って出現してる時には記憶の歯自体にはね干渉できないっていうことにはなります。でもただその場合やっぱ今誰が記憶の歯持ってるのって聞くのは若干違和感を、感じるんですよね。まあ、あの今誰が記憶の歯の担当になってるのか聞いてただけなのかもしれないんですけど、そのあたりはですねまだちょっとねまだなんていうかこうね、辻褄がねすっきりは合わないところはちょっとねあるかなというふうに思いましたね。はい。あとまあリクはですねまあ多分なんですけど赤霧を発生するね鉄器を使う主との戦いのね、戦闘経験がねあったみたいな感じをねして言っていたんですね。あれめんどくせんだよねみたいなことをね、言っていたので、もしかしたら緑を ね殺したのはですね、ムシッチ、赤霧鉄球みたいなのを使うあいつやったのかなというふうにちょっとね思いましたね。まあまだはちょっとねわからないんですけど、はい。で、大体そんな感じですね。だから本当にそんなに大きいね情報更新とかがね、なかったですね。やっぱ綺麗に11話までにやることやってたなというふうに、思いましたね。はい。あの愛ちゃんが最後ね泳いでたんでね、実はね愛ちゃん水が好きやから水の中にいただけで空中普通に泳げるよっていうねそういうそういうことっていうのね、結構びっくりしたんですけどねはい、てっきり水の中しか泳げないかと思ったんですけど、単に水が好きやから水の中にいたんでしょうね。なんかそう思うと愛ちゃん可愛いしちゃん付けなのもね納得いきますね。まあ黄色がちょっとねかわいそうですけどね、はい。そんな感じですね。でまあ、ももちゃんだけではですね複製しても戻っちゃうってことで、何らかの煙草の効果によって固定みたいなのをね、してたんだなというふうに、今回ね分かりましたね。はい。で記憶の歯の謎もねだいぶね、分かったっていうことで、いや本当にねもう今回でねここまでね回収されるとはね正直ね思ってなかったですね。はい、はい。あ、言ってる間にめちゃくちゃ時間は経ってるんですけど、はい、すいませんでした。とにかくね本当にねいやもういいところばっかし のアニメやったなというふうに、ちょっとね思いましたね。はい。一応ね煙草のね、キャラクターたちの絵もね描いてみましたね。はい。実はねこのね最初の方に描いてたねリナはね一応ねリナ子の、ね、つもりやったんですね。はい。こっちがリナ用ですね。そんな感じですね。あのリナ像に関してはですね全然資料がねなかったんでね、もしかしたら前日談的なやつでね見れるのかもしれないんですけど、よく分かんなかったんですけど、なんかリナ像ってね調べたらですねめちゃくちゃなんか怖いイメージのリナ像がね結構出てきたんでね、自分的にはあのパイプをかじっていた、リナということで、イメージで描いてみましたがどうやったんでしょうね。はい。そんな感じです。というわけでですね、まあ、あの煙草の本編ね、従って12話まで、ね、やってきたんですけど、まあ、とにかくまあ好き勝手喋っただけではあるんですけど、皆さんとですね、コメントとかでね、まあ、感想を、ね、共有できてですね、非常に、ね、充実していて、楽しい時間を、ね、過ごせたということで、いや煙草これおかげさまでこう2倍楽しめたなっていうふうに、ちょっと、ね、思っています。でもうここまでね見たんでね、もうあとはみんなと一緒にねこう煙草ね考察のね、動画とかね、非常にね良質なものがたくさんあるとね、聞いていますので、そちらを楽しんでいけたらなというふうに、思っています。またちょっと落ち着いた時にでも、前日談とね、
まあ、あの 12.1 話を見た後の、動画をね開けてみたいかなというふうに思っていますので、その時はまたよろしくお願いします。はい、そんなわけで、今回は終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。楽しい時間をね、ありがとうございました。